京阪なプラザは、関西文化学術研究都市制化、西木津地区にある文化学術研究交流施設。官民共同出資の株式会社京阪なが運営し、ラボ棟、スーパーラボ棟、交流棟の3つの建物から構成されている。ラボ棟には研究施設、郵便局、接骨院などがあり、交流棟には、京阪なプラザホテルや京都府立京阪なホール、アトリウム、 レストラン、ジュニア図書コーナーなどがある。研究、実験に適した設備を備えた、レンタル研究室特殊な実験にも、対応可能な設備を備えた、レンタル研究室交流棟の前には巨大な日時計、モニュメントを含む広場が設置されている。この日時系は、京阪ナプラザが1993年にオープンした、際、前提に設置されたモニュメント。 ミノハラ・マコトの設計によるもので、針は高さ約20メートル、長さ約35メートルのチタニウム製で、文字盤は面積が3877.86平方メートルあり、文字盤の面積世界一として1994年度のギネスブックに記載された。当初はアルゴンガス方式の青緑色のレーザー光線を北極星に向けて発射していたが、1996年に、 装置が故障し、高額な費用がかかるため修理はされないまま放置されていた。その後運営会社の K ・ハンナは2007年に民事再生法を適用して事実上経営破綻したが、後に経営再建に成功している。翌年の2008年になり、日本新宿館の岩本第一社長がレーザー光線を放っていた時の写真を見て復活させることを思い立ち、 名古屋市中心部の公園など、新しい商社システムを調査した上で、軽犯な学研都市生活日時計を所有する株式会社京阪なの承諾を得て、軽犯な学研都市生活地区町づくり協議会は2010年6月24日に、半導体を使っての光線の試験商社を行った。また、同協議会は2010年10月12日にも試験を実施。これに合わせ、 株式会社、K、ハンナは1995年から約6年間営業していたビアガーデンを試験と同じ日に復活させた。そして2週間後の10月26日、K、ハンナが県都市生活地区町づくり協議会や生火町、木津川市の4地区の住民代表などでプロジェクトチームを発足。同年12月27日には京都府の地域力再生プロジェクトの平成22年度、 第2回交付金の対象に選ばれ、申請額と同じ22万5千円の交付が認められた。その後、2012年2月には、聖火町、木津川市の住民及び地元企業などからの募金が800万を超し、同年3月4日に緑色の光を放つ米国製の10ワット型、半導体レーザーの設置が完了。 3月9日より永続的なレーザー照射が再開された。京阪なプラザは京阪な学圏都市の中核施設として建設された。関西文化学術研究都市建設促進法の第2条、第5項及び基本方針に定められた文化学術研究交流施設として1993年4月に竣工、オープンした。一文化学術研究交流施設整備の 目標文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流、及び共同研究を推進するとともに、国際的、学際的、行際的な共同研究を企画、支援するため、文化学術研究交流施設を整備、充実する。関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針により、道路鉄道領域からなら交通バス、または、 聖火クルリンバス10分、ATR バス停下車すぐ、高速バス、ありがとうございます。